はい、どうも、すだちです。今回の動画は、前回の動画に引き続き、僕の飼育している子たちを、紹介したいと思います。前回の動画では、僕の飼育しているヒョウモントカゲモドキのハルちゃんを、紹介したので、気になる方はチェックしてみてください。どうした？はい、それでは、僕の飼育している子たちを紹介していきたいと思います。はい、今回紹介するのはこの子、ボールパイソンノーマルのひみちゃんです。今ちょうど脱皮の期間で、色がくすんでいるのと、お腹のところがこんな感じでちょっと赤くなってますね。目のところも少し白濁としているかなって感じです。この子は僕が初めてお迎えしたヘビになります。ベビーの頃から育てて、今で4年目ぐらいになると思います。やっぱりボールパイソンのノーマルはいいですよね。この子は、ワイルド個体になります。もうザ・ヘビっていう感じがすごく素敵ですよね。この子は、ワイルドだからか、結構拒食をします。10月とかぐらいからもう3月4月まで全然食べなくなる時期があります。それでも、こうやって元気に大きく、育ってくれています。どこ行くの。はい、ハンドリングするとこんな感じです。見えないね、全然見えないね。腕しか見えないね。これこんな感じですね。どこ行った？頭。見えてますか？はいはい、こういった感じです。大きさ的には、4年ぐらい飼ってるにしてはちょっと小さいかなという感じですね。ちょっと小さめなので、ま、男の子なんじゃないかなって僕的に、勝手に思ってます。にしても君はうるさいよ。はい、こんな感じですね。で、まあ脱皮前で長く触るのはちょっとかわいそうなので、返していきたいと思います。はい、ありがとうね、ごめんね。よいしょ。はい、ということで、僕の飼育している爬虫類2匹目はボールパイソンノーマルのひみちゃんでした。またこの子の飼育環境も後日開けていこうと思いますので、よろしくお願いします。あと、前回の動画では少し暗かったかもしれないので、一応ここにライトを置いてみました。こんな感じで、これからも動画を上げていくので、よろしくお願いします。それでは、今回の動画はここで終わりにしたいと思います。よかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。